今回はアルカトラズ島星2を無課金レベル30でクリアするにゃー。なお今回からウルルン攻略までウルルンとジャガン道の使用を禁止にゃ。正直すっごく難しくなるからびっくりするにゃよ。編成紹介も済んだところで、一気に8ステージ攻略にゃ。総時間30分を超えるため倍速するにゃ。しばらくは覚醒ムートが活躍するから、他のキャラをうまく使って援護していくにゃ。入手が簡単な猫っちゃくも当然無課金なので採用してるにゃ。自分で企画を考えて振っておいて言うのもなんにゃが、これって攻略どこまでできるのかにゃ。弱い集団は壁とゼリーを使って一掃するにゃ。まあ大狂乱の向き足でも倒せるからば持ちのいい方を選択にゃ。キャラが弱いならまずは数を出すために資金を準備するにゃ。セレブ相手でも苦戦するくらいものすごい戦力差だけど、波動を活用すればなんとかなるにゃ。状況を見極めたら覚醒ムートの出番にゃ。この格好いいシルエットはいつまで経っても色褪せないにゃ。順調に3ステージ目。戦力差のため後の先を取る攻略が望まれるにゃ。パオンはものすごく体力があるからゼリーフィッシュのタイミングを合わせると効果が大きいにゃ。ものすごく難しいけどにゃ。タイミングを合わせて覚醒ムートにゃ。結局2段目のパオンにやられたけど状況は好転したにゃ。城にはまってるマニゲドリは波動で対処にゃ。数がどんどん増えていくから出せるキャラを出していくにゃ。ちなみに強さ倍率に対してレギュレーションの話をするとにゃ。本当は星1をレベル30で攻略するのが縛りの上限にゃ。続いてステージ4。まあそれでも最近の無課金キャラの性能は高いから。星2でいけるところまで頑張ってもらうにゃ。厄介なのは白い敵なのだけどにゃ。属性で天使対策も考えないといけないところまで来てるにゃ。ここで厄介なのが打協同好会。ゼリーの波動が当たれば対処しやすいけど結構難しいにゃ。まあそれでも倒しちゃうにゃ。アヒルンルンを追い詰めたら覚醒ムートを出すにゃ。レベル30でも強さは伊達じゃないにゃ。さてここまで同一編成で攻略できてるけどにゃ。難しいと判断したら編成は変えていくにゃ。今回厄介なのはカオルくんと中井くん。中井くんに関してはスキャット大狂乱の向き足に任せて、ストッパーに大狂乱の島を使うにゃ。敵の数が増えたら資金調達のチャンスにゃ。出資に対して収支が追いつかなくてもガンガン出すにゃ。スペック上敵の能力の方が全然高いので、攻略方法は事前に考えておくにゃ。どんな敵がその場にいるかで覚醒ムートが使えるかどうか決まるので、時間はかかってもその場その場で対処していくにゃ。ゼリーフィッシュの波動が入れば大ダメージ。でも一回撃ったら射程の関係で連射は無理だから、チャンスを見て覚醒ムートでまとめて対処するにゃ。怖いくらい順調にゃーね。無課金で現状組めるニャンコンボは進撃の狂乱猫。滅法強い小中、体力アップ小のニャンコンボ。基本のニャンコ軍団はレギュレーションに違反するため使えないにゃ。あっちびも同様にゃ。星2攻略のテーマは、無課金編成レベル30でどこまでできるか。ふっふ。知恵を絞るにゃ。赤い敵は暗黒、島、客で対処できるから簡単にゃ。射程の長い敵は波動で巻き込むにゃ。とまあここまでは順調にゃ。さあ難しい監獄草原のお時間にゃ。ここはハイエナジーが出てくるのですっごく難しいにゃ。とまあこうなるにゃーよ。これは編成の見直しが必要にゃー。統率力回復するから待ってにゃ。では編成を変えていくにゃ。現状ハイエナジーに有効なのは覚醒ムート。だから邪魔なシャドウボクサーに有効なボンバーを組み込むにゃ。飛脚は使いにくいのでこの際外すにゃ。でも射程を見る限りは島より使いやすいにゃ。しょうがないので大狂乱の島を外して飛脚を選択。正直あれだけの数が襲ってくるから選択にはものすごく悩むにゃ。最近編集が雑だったから。
できるだけ頑張ってみるにゃ。では3回目の挑戦スタートにゃ。倍速するにゃーよ。4倍速なので分かりにくかったら設定で 0.5 倍速にするといいにゃ。結果だけを見たい場合は飛ばすのもありにゃ。その場合どうやって攻略したのかわからないままだからおすすめはしないけどもにゃ。黒い敵対策最強と言っても過言ではないボンバーだけど、最近特銃とかで効かない敵も出てきてるから注意にゃ。ずあていつものように押され始めてるけどにゃ。シャドーボクサーの動きを止めてからが勝負にゃ。何回もやってるから資金の準備の仕方は慣れてきてるけどにゃ。コロニャーンがいなければ結構危なかったにゃ。まだシャドーボクサーは出てくるけどハイエナジーはちょっとはダメージ入ってるかにゃ。覚醒ムートの再生産が整ったら準備をするにゃ。今ハイエナジーはバラバラに攻撃してて隙がないにゃ。個別対策とニャンコ砲で攻撃を揃えて倒す方法があるにゃが、とりあえず一気まで減らせたにゃ。ここまでできたらあとは押していくだけにゃ。無課金だと結構難しいと理解していただけたかにゃ。現状困ってるのが天使とゾンビ対策にゃ。まあダメならギブにゃ。残すは最終ステージだけどにゃ。統率力がないのでリーダーシップを使うにゃ。残りの統率力はまたたび周回に当てるにゃ。では一発で決めるにゃ。倍速スタート。フルボッコとかマジで勘弁してほしいにゃ。対策は壁を出しながら波動攻撃。デリーの攻撃が空振りしたけど倒せたにゃ。あんまり飛ばすと資金が足りずにゲームオーバーにゃ。さあ厄介なセレブとダディの登場にゃ。セレブを資金源にしてお金を貯めるにゃ。波動攻撃が厄介だけど攻撃頻度の関係でそんなに上位ではないと思うにゃ。まあ出てきたら一掃されるにゃが。覚醒ムートをうまく使えばダディがニャンコ城に接近するまでにもう一度出せるにゃ。しかし本当に白い敵ばっかりにゃ。ジェガードを使えば楽なんだけどにゃ。とりあえず大脱走が終わるまでは使わないにゃ。覚醒ムートの再生産まで半分を切ったにゃ。資金は十分あるから出せるもので進行を遅らせるにゃ。ってやってたらダディ倒しちゃったにゃ。そんなに強いキャラ使った覚えはないんだけどにゃ。攻略速度を上げるためここで覚醒ムートにゃ。これでアルカトラズ島星には攻略できたにゃ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てほしいにゃ。にゃはっは、素晴らしい。